横田由美子横田由美子は日本のルポライター、ジャーナリスト、合同会社マグノリア代表社員、埼玉県埼玉市出身、埼玉県浦和市出身、都内の私立高校を中退後、大研を経て青山学院大学文学部卒業。10代は父親が所有していた軽井沢の別荘で療養生活していた時期も長かったという、大学在学中より、 ライター活動を本格化。1995年、元警察官僚の笹厚行氏率いる NGO 団体、ジラックのスタッフとしてカンボジアでの復興活動に参加する。同時期、国内でも法務省管轄の日本 BBS 連盟のスタッフとして公正保護の活動をする。2009年4月から2010年2月までニュースの真相のサブキャスターを務めた。 IT 企業の代表取締役を経て、2015年、合同会社マグノリアを立ち上げる。主に女性の転職支援や、キャリアアップのコンサル、テレビ番組や、書籍の企画、プロデュースを手掛ける。代表作に、山崎拓氏による YKK 広録がある。2018年、文庫化。2017年9月、朝日新聞社が運営する、言論サイト、ウェブロンザの文化。 エンタメジャンルの筆者に起用される。2019年、東京 MX で、統一選挙直前特番、直撃を、企画、出演する。2020年11月、女性向け医療、ウェブマガジン、コレットタイムズをオープン。ありがとうございます。